どうもベルベルのコシです。今回のツアーファイナルはもう私メンバーになってのツアーファイナルなので、で僕も何かやりたいなと思って、僕足にねこれね汚くてごめんね、僕いつも多分小学校ぐらいからずっと何回か切れてますけど、足に2、3がつけてて、なんか、まあどうせならじゃあ作ってみるかということで、ダイナマイト2、3がということで、編むことにしました。でも作ったことはないので、でまず作るためにね、とりあえずデュリー、すごいちょっとね、あの女の子に混じってね、あのダイソーってこんなのあんのすごいよね。ビビットカラー、ミックスカラー、あのでですね、編み方すら一切わからないです。なので勉強するところから始めて編んで、みんなにまあ投げ銭なんでね、好きな値段でって感じですよ。開けてみろ。これはね、普通だよね。ドゥルーこんな感じですよ。綺麗ですね。青をね、青系の色を全部買い占めてこようと思って行ったんですけど、単品がね、売ってなかったので、正直あんまいらない色もありますね。別に可愛いんだけどね。可愛いんだけど、やっぱ俺が作るんだったら、青っぽいので作りたいなって思ってたんで、これでもちろん全部です。私のデスク黒で、まあ、ゲームのコントローラーとか、あと青いグッズとか、スターウォーズのグッズとかね、映画のグッズとか、いろいろある中に今、キャワイイ色が巻かれておりますね。こっち気になってたんだよね、ミックスカラーね。これ多分1本の糸にがだんだん色んな色になってくのかな。これで編んだら綺麗そうだなと思って、これもグリーンっぽいの、グリーンと、これトウモロコシっぽい、トウモロコシ、これなんだろうな、目、ミント、ミント、チョコミント、チョコミントじゃないな、これは紅芋、これなんだろう、なんだろうな、わかんない。ピンク系、黄色系にオレンジ入ってるやつ、黄色系で、またもやピンク系で、これかわいいね、オレンジ系、なんか白ピンク系、こんなにあります。これでもうダイナマイトのサウンド全部編めんじゃないかなっていう感じですね。それではまずは勉強してみましょう。はい、というわけで iPad でなんか検索してみるわ。ほら、ちょうど出た一番上のやつ見てみろ。106万回再生されてるから、斜めのやつですね。同じやつ概要欄載せておきます。ほら、みさんがね、小学生だと J リーグが流行った時ですね。70センチ6本、クイックとテープ、ノート、はい、ということで覚えた、多分今のはできるわ。ちょっと試しにやってみるわ。何だっかな、見つけて作るか。でもね、最初僕も持っちゃったらいいかな、出たのに作るか、いや、使わなそうなら作るか、そうしよう、この30秒で作ってみる。これだ、30、60、
基準であればいいです。一本できたらもう一本に合わせるじゃん。こんなことするの昔ね、きっとあげたんですよね。でもなんか先っちょにちょっと見つけたの、女子の皆さん先っちょに、もういける一本ってどんぐらいかかるのか、見とかなくて。なんか、綺麗っぽくなる気がしてて、こっちは覗いない、こっちは止まっちゃう。まあ、いっか、しかっても、どうやったら手元を見せられるかな、じゃなくて、これを進んでたかしら。これ、来たかな、後ろから、ここ。こうやって結んで、結んだわけだよね、もう、それくらい来たから。魚眼レンズをつけてみたので、机の上がね、一応映る状態になりましたね。やってみるわ。覚えた通りやるね。ちゃんとまずは三つ編み、そういうやつなんて何年ぶりだろう。超久しぶりだよ、三つ編みなんて。やってる、できてる、超久しぶりの三つ編み。まだ結構気ができたかもしれないね。なんかね、卵焼きとほうれん草のソテー感じになってる。ここでめっちゃ固定して、よし。で、こっからでしょ。全然覚えてるよ、全然覚えてるよ。この人に4にするってさ、4にして後ろから、あとこの人を4にして、この人に同じのを用意して、取って取る。できてね、俺できてる。用意して、ピッとする。自分3番目のグリーンに読んで、ピッ。あ、そう、お腹すくな、これ。本当に。ほうれん草のソテーだ。できてんの？なんかできてるっぽい。できてるっぽい。1列できたので、ちょっとこの調子で。やっていきます。やっていきます。はい。というわけで、さっき動画を一回見てやってみた結果、できました。できた。あれですね、スクランブルエッグにほうれん草のソテーを添えてっていう感じになっちゃいましたが、第1号完成しました。これを当日までに、まだね材料がこれだけありますんで、これじゃないやつも作ってみたいと思います。これができそうです。ぜひゲットしてもらえたらと思います。そんな感じです。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。